パウルヘンラインヘンラインの飛行船。パウルヘンラインはドイツのエンジニアである。反公式飛行船を開発した。ケルンに生まれ、カールスルーへの工科大学で学び、その後多くの企業で技術者として働いた。ガスを燃料とするエンジンを動力とする飛行船を開発した。燃料用のガスは気球の中の機能に加圧して蓄えられ。 燃料ガスの消費によって飛行船の浮力は減少したため航続力は限定された。1872年にヘンラインは米国の特許を取得し、1872年12月13日テスト飛行を行い時速 19km で飛行した。制作された飛行船の長さは 50m で、昨日の最大径は 9.1m であった。 燃料用排気量19.2リットルで2 3 3ラムの4気筒ノルノアールエンジンはガスを燃料に最大6馬力の出力で3馬力を連続的に出力した。燃料には合成ガスが用いられ4.6メートルのプロペラを 40rpm で駆動した。航空機に内燃機関が動力として用いられたのはこの飛行船が初めてであった。 ガスを燃料とするエンジンはガス発生器の問題や液体燃料に比べて搭載に大きなスペースを必要とする欠点があった。ヘンラインの飛行船は従来の設計に比べて多くの点で革新的であったが開発は資金不足で中止された。ありがとうございます。